裸の魔女の芸術表現スカイクラットは、ウィッカ及びペーガニズム、ネオペーガニズムにおける儀式的な裸の状態を意味する言葉。ウィッカのグループや流派の中には、その儀式の一部、または全てをスカイクラットの状態で行う人々がいる。裸とイッチクラフトは、視覚芸術において長く関連付けられてきたが、この現代における儀式的なヌードは、一般的には、 ジェラルド・ガードナーの影響か、アラディア、あるいは魔女の福音の一説によるものとされ、主にガードナー派とアラディア派の過分の特徴とされている。ガードナーの今日のウィッチクラフトは1954年に出版された。同書は何、世紀にもわたって地下宗教として生き残っていたイングランドにおける異教のウィッチクラフトの同時代の営みについて報告すると主張した。 儀式におけるヌードはウィッカの清掃とされていたが、現代では主にアレクサンダー派ウイッカ、ジョージア派、ブルースターのウィッカンたちによって行われている。ガードナー派の典礼文の一部である、女神の切字は裸で儀式を取り行うよう、ウィッカンたちに指示している。ガードナーはインドで数年を過ごし、出家者に衣服を捨てる、要要求する宗派であるジャイナ教ディガンバラ派から、 そのコンセプトを思いついた外然性がある。この教授の起源は、チャールズ・ゴッドフリー・リーランドの1899年の本、アラディア、あるいは魔女の福音に遡る。この本の最初の章の終わりに、アラディアによる次の言葉が記述されている。そして、あなたたちが本当に自由であるという証として、儀式中は、あなたたちは裸でありなさい男も女も、 あなたへの迫害者が死に耐えるまで、それを続けなさい。レオル・イックビーはまた、アルブレヒト・デューラーやサルバトル・ローザなどの画家を引用し、ガードナーの方法論における儀式的な裸の源泉として、魔女の伝統的な芸術表現が関係していると指摘している。ガードナーのプリーステスの一人であるドリーン・バリアンテは、自分が与えられた、設置のオリジナルバージョンに、 アラディアからの素材があることを監視した時のガードナーの驚きぶりを思い出している。彼女はその後、節字を書き直して元のアラディアの四を損なわないようにした。バリアンテ版は広く流通し、版を重ねた。バリアンテは魔女の聖典ウィッチクラフト・フォート・モローの中でプリニウスのブリテンの女性たちは裸で宗教的儀式を行っているという記述も引用して、 魔女の清掃は伝統的に裸であると述べた。ロバート・チャートウィッチはスカイクラットの実践の起源がアラリアであることを認め、1998年のパッツァリーニの翻訳である男も女もあなたたちはすっかり裸でいよう彼の死ぬその時まであなたたちを迫害する者たちの最後の一人の死ぬ時まではというこれらの行に着目した。チャートウィッチは ウィッカの儀式的なヌードは、リーランドの、あなたの儀式の中にという句が混合されたことによる、これらの行の語訳に基づいていたと主張した。儀式的な裸は、伝統的なウィッカに限ったことではない。そうしたグループでは、儀式的な裸を伴うのは一部の儀式だけということもある。一例として、ストレゲリアは、6ヶ月間スカイクラッドで行い、残りの半年は、 儀式用のローブを着て、祭儀を行う。ウィッカとペーガニズムのコミュニティの中、また特にその外では、単に伝統だからという理由以外に、スカイクラットを行うことを重視する理由があるかも、しれない。スターホークは、聖魔女術、スパイラルダンスの中で、羅針は真実を表しているのです。社会的慣習よりも深いところにまで及ぶ、真実というものを、裸形とは、 いかなるイデオロギーや慰めになる幻想にも先んじた真実というものに対する魔女の中精神の印なのですと述べている。スカイクラッドという用語はインドの宗教に由来している。ディガンバラという用語は文字通り空をまとう、空衣もを意味する。ウィッカがイングランドで最初に知れ渡った当時、イングランドはインドと緊密な関係を持っていたため、この用語は 東方の宗教を知っている、英語圏のものにはよく知られていた。特に、イングランドでウィッカを普及させたジェラルド・ガードナーは、セイロンとミャンマーで、成人期の生活の大部分を費やすほど、極東文化に興味を持った著名な民族学者だった、ため、この宗教の用語に精通していた、外然性は、非常に高い。ありがとうございます。